はい、ありがとうございます。久しぶりです。というわけで今回もヒロアカ OJ やっていきたいと思います。で、今回はグラントリノを使ってランクマッチの方を潜っていきましょい。で、このグラントリノというキャラなんですけども、まあお察しの通り近距離専門なんですけど、速くて、まあ、空中戦も結構強くて、まあ本当近距離ならめちゃくちゃ強いっていう感じですね。これ入んないの？マジか。ほいほい。あ、しびれた。くる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 。うん。いや、マジか。ナイスシゴルキー。よいしょ。ほいほい。壁に埋めていきたい。よっしゃ。このね、グラントリノのね、壁に埋めるムーブが強い。さあ、サポートに邪魔されていくガードクラッシュ。いやー、お互いに捕獲し合う。やばい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 。放電モード強いよこれ。これ当たるんじゃない？決まれ。よいしょ。しかもこれ壁に埋まるんよ。これ壁っつうか床だけど、それが強い。これガード間に合ってる？間に合ってなかった。サポート呼ぶべきじゃなかったか。今置き攻めで置いといた方が強いかなって思ったけど失敗したな。ガード間に合ってねえわ。くる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 。これ射程無限なんだよね。永遠と空中でんぐり返しをするっていう。よいしょ。ほら壁に埋まってちょうだいな。ほんと強いわ。壁に埋めるムーブが強すぎる。ほら、ほいほい。いやー、逆に埋まっていく。くるくる。よいしょ。ほら、ふん。ほら、ほいほい。カウンターがちょっと上手くなってきたので自分で言うのもなんだけど。ほいほい。これもう終わっただろう。あれ終わったと思ってなかったらまだ終われないらしいです。ほら、捕獲からの通常攻撃。必殺ゲージは温存していくぞい。さあこっからよ。にゃー、暴れてきたか。ふん、ほいほい。壁に埋まってちょうだいな。よいしょ。ほい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 。おら、よいしょ。火力満点よ。やべ、カウンター置いときゃよかった今失敗。ちょ待って待って、勘弁勘弁、マジ勘弁。おい、あ、拾いきれんかった。もったいね今。これやばいな。分かんなくなってきた。ショートしてくんねえかな。通常技でもね、打ちまくってれば勝手にショートするんだよね。おら、おら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 、よいしょ。うん、ちょっと HP がやばいな。これはガードした。逆に決めていく。いけるかな、これ削り切れるか。おらおらおら、際どいな。ギリギリ残りそうな気がする。ふん、なあ、1ミリ残った。
ミスったな。これやばいぞ。あ、ちょっとした。これ届くかな。ちょっと遠すぎたかも。アトレイター OK。 おいしょ、タイミングよくショートしてくれたわ。あぶねー。雷ね、たまにめちゃめちゃうまい雷使いと当たるんですけど、めちゃめちゃ強い。やっぱね、範囲技でかつ遠距離もあるし、で近距離も普通に放電中は強いので、雷本当に使いこなせれば強いなと最近思うようになりました。というわけで2戦目いきましょう。さあ2戦目はオールマイトやっていきましょう。服装がそっくりやで。さてどうするか。さあ同じく近距離を得意とするオールマイトなんですけども、火力の面だとどうなんだろう。まだオールマイト使ったことないんですけど、オールマイトもなんか埋める技あるんだよな確か。俺多分当たんないと思うけど。あぶねえ。あれやべえ、コンボ途中で途切れた。あーミスった。いていていて、ほい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 っと、ほいほい。これどうだろう、壁に埋まる。オッケー、壁に埋めるモーションが強すぎるんだよな。離れるからのくる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 、うん、よいしょ、ほいほい。これまた壁に埋まるんじゃねえと思ったら全然違う方だったわ。くる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 、ドン、強すぎる、射程が無限。終わるかな。ほらまだだったわ。捕獲金かった。オッケー。いやー、グラントリノさん強い。壁に埋めるのやっぱ強いやな。それだけでコンボの威力伸びるので、くる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 っとん。ほいほい、壁に埋めたいな。全然違う方だったわ。これ一応調整できるんよな。まあ違う技だけど、シュンシュンってやるとできるんですけど、それはそれでまたちょっと難しいよな。くるくるくるドン。負けた。マジか。助けてしがらきくん。おい、あ、拾えんかった。マジか。あ、まずい。ほい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 、これどうだろう。壁に埋まんなくなっちゃった。いやー、自分からパンチに入りに行ってしまったな。これ多分当たるわ。これで床に埋めていく。ほいほい、あ、ミスった。あー痛いよーん。カウンター置いとくよーん。よいしょ、離れる。もう一丁床に埋めたるわ。おら、よいしょ。いやー、グラントリノいいねー、結構爽快。壁に埋まるから実際あのコンボダメージ、実際にあのトレーニングで出てくるコンボダメージよりも結果的に威力が伸びるので、威力っていうかダメージが伸びるので意外と火力出る。さあラストやっていきましょう。アスイ強。アスイはね結構リーチ長いから気をつけていきたい。グラントリの拾える射程は長いんですけど、リーチは別に長くないので、先に攻撃当てられちゃうとちょっと厳しい。くる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 、あー狩られた。射程無限の空中でんぐり返しが、あ、やべ、ガードしすぎた。バックステップ入るのそれ強くね。ガードされても逃げれるやん。あれカウンター入れたのに反応せんかった。ふん、応援かった。
それ強いな、逃げれるじゃん間違えた。ほい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 、おら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 、なんで途中で脱出したぞこいつ。あ、ミスった。ほいほい、あ、最後まで出しちゃった、もったいね。ほいほい、んー、よいしょ、壁に埋まってちょうだいな。ダメだ、遠すぎた。くる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 トン、タイミングが悪かったか。助けて、助けて、しがら来てもらう。あぶね、ナイス。カウンター置いておいたけど反応、カウンター置いといて、オッケー。いや、近づいといた方がいいなこれ。ほいほい、多分グラントリノは出が早いから同時にボタン押したら多分勝てると思うよ。ほい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 、よいしょ、オッケー。やれ、ガードしてたつもりができなかったか。ほら、いやーん、読み間違えたわ。いてふん、助けてちょうだいな。ナイス、ほい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 、よいしょ。ほら、くるくるくる、あー、同時に投げを打っていく。ナイス掴み、おいしゃー、いい感じのカウンターじゃないけどバックステップからの。これってどうなんだっけな、なんか埋まってる状態からね必殺技やってもね死なない時があるんだよな。これは死ぬか、さすがに。おとなしくしといた方が身のためだぜ。よっこいしょ、あ、これは倒せるわ。前なんかね1ミリだけ残ったんだよね、なんだろう、たまたま足りなかったのか、それともその壁に埋まってる状態からだとある程度の HP があると1ミリだけ残るのかみたいな、なんかあるかもしれないですけど、まあとりあえず勝てたのでよかったです。というわけでグラントリノはこんな感じですね。近距離非常に強いってのと、あとガード崩し技、投げの射程が、空中でんぐり返しが射程無限どこまでも敵を追いかけてガードを崩しに行くと、なのでそこはまあ優秀かなと思います。でこのキャラマニュアルじゃなくて、ノーマル操作でも Y ボタン連打してるだけでも80ダメージ普通に超えるので、そこら辺は優秀かなと思います。というわけで今回はこの辺で締めたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。アディオス、チャンネル登録よろしくねー。